はい、いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。日刊ロラコラ頑張る人やっていきたいと思います。本日はガチョコバトルザトーマーケットということで、本日のワンポイントアドバイス、同じ運動でも夏の方が冬よりも消費カロリーが大きい。あ、違う、夏より冬の方が大きいだ、逆意外でしたね。夏の方が暑いから多いと思うじゃないですか。実は冬の方が多いらしいです。はい、冬はなんか体温を維持するのに結構カロリーを使うみたいですね。もういいんじゃね、持ってって。ダメな、ダメだったー。そう、失敗した。最悪の歩行動きにしちゃった。前に少しも進めなかった。失敗したなー。これは俺のせいでやばいかもしれん。いや、なんかさ、その正月休みが一番その危険だと思うんだよね、人生において。すごい冬休みとかでさ、部活とかやってて、なんかトレーニングとかしてさ、中学の時とか頑張って体作ってたのに、なんかその正月休みで全部リセットされる的な感じあるよね。正月食べちゃうし、休んじゃうしみたいな。やっぱ高校の野球部ぐらいになると、もう正月休みなんか3日しかないんであんま関係ないんですけど、中学の時はかなりリセットされてたなっていう思い出。あ、でもまだ68なんだ、まだいけんじゃん、ワンちゃん。3キロしてこれな、マジで何にやられてんの、こんな。やばいやばいやばい、ちょっと お前何してんマロン。いやー、でも39ってあそこなんだね。まだ全然いける気がする。弱いよ、だってこれ見て。なるほど、ブラスターか。1枚落ちてんじゃん相手。いや、これ負けたらやばいよ。まあでもこっちも1枚くらい落ちてるぐらいの感じを、感じ的に常にキルもせず死んでるリッターいるんで、これトントンですね。これいい勝負だわ。これなんならハンデを背負ってるよね、こっちは。あー、もうダメだ。2枚やってもさ、何も変わんないもん、状況だって。ほらほら、こいつ何やってんの、こいつやばくない、やばくない。常に1枚落ちてるような状況だから。なんか今こっち見えたな。何してんのこいつら。どうした、大丈夫か。相手1枚しかいないぞ。やっべ、そいつ牽制してくれ、マジ頼むから。どこに投げた、そしてお前。いやー、もうやだ、ほんと。じゃあ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 、お前は何してんの、お前は。いや、もうほんとやばい、このチーム。俺が持っていくわ。噛むんじゃねえんだって、マジで。誰がこの状況を作り上げたと思ってんじゃん、ボケ、ハゲ。いやー、夏休み入ったんじゃない、もう。夏キッズでしょ、絶対これ。ちょうど S 帯だし。夏キッズに勝てないのもちょっとまずいけどね。おじさんが、うん、オッケー。これは勝つでしょ。あー、もう2回ぐらいかな。はい、続けて箱根倉庫のガチホコバトルやっていきたいと思います。そう、夏休み入ったんじゃない多分。夏休みといえば、朝顔の観察日記じゃないこれ。でしょうか。昔さ、朝顔の観察日記ってあったじゃん。その、授業で育てたやつを持って帰って、ある一日、ある一週を切り抜いた絵日記を書くみたいな。でさ、俺の友人がな、枯れて種がなってるところを、書いてるやつがいたんですよ。いて、で、みんなやっぱ花咲いてるとこ書くじゃないですか。そいつだけなんかその、
は枯れたとこを書いて、種がついてるとこを書いてたと。で、なんかもうそれに対して、あの先生がもう、称賛、大称賛してたんですよ。すごいと。ここを書くかお前みたいな、やるねみたいな感じになってたんですけど、あれ多分もう忘れてて、枯れた後に書いただけだと思うんですよね。で、なんかその、子供ながらにその理由を言うわけですよ。僕はこういう思いで、この枯れた状態を書きましたと。後付けなんですよね、全部絶対あれ。今思えば。確かに大人が、朝顔の観察日記を書いてくださいと言われて、種がつくところを書いて、それなりの理由。やはりあの、最後子孫を残すみたいなところで、僕はやっぱここの瞬間が一番美しいと考え書きましたみたいになったら、まあなんか、おお、そういう感性なんかって感じだけど、あいつ絶対書き忘れてて、もうただ、枯れた後に思い出しただけだったんですよね、絶対。100% とは言い切れないんですけど、もちろん。いやーもう、ちょっとカーボンやだ、カーボン。カーボンマジ、あー終わった。これ無理だ、負けた。無理やろ、これは。あーもうあのカーボンマジやだ。うぜえ。うわ、銃か。銃きついな。S 体とはいえ、銃はきついな。ちょ、カーボンマジやめてほしいんだけど。カーボンこの世から消え去ってほしいんだけど、マジで。いやーきつい。龍之介くんにやられた。いや、キッズにやられるの悔しいな。夏キッズに。キッズと同じ腕前体ってことですからね。厳しい、マジで。厳しいな。オッケーオッケー。とりあえず一体ずつ剥ぎ取っていくしかないんで、削ぎ落としていくしかないから、マジで。削ぎ落としていくしかないんで。一枚一枚。削いでいくしかないんですよね。あ、くっそ！うまっ！親、子、土管、アンド、カニ、名前の意味が全くわからんが。リッターにやられたんか。いや、リッターうめえな。飛んでこい。うーわ、リッターの策略にはまりまくってる。いや、そこら辺にカーボンいない？やっぱりいた？違う、リッターか。リッター潰しに行くしかないんか。あいつでもうまいんだよな。やべ、やっべ、リッターがどこにおるかやな。うわっ！いや、うまい！何このリッター、マジで。カーボンがいたとは。うぜえ。やっべ、ダメだ。うまくないこいつ。絶対サブアカじゃん。やめろよお前、そういうことすんの。サブアカ作って夏キッズ買ってるだけでしょ。性格悪いわマジで。いや、性格悪すぎマジで。ゴミ、人間のクズだこいつマジで。クズっす、あいつは。クズっす。そういうことはやめましょう。はい。サブアカ作って弱い者いじめはやめましょう。明らかにだってもうギア開けしながらやってあんだけうまい時点でもうサブアカでしょ。そうでもなかった。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。